変人さん。お邪魔します。家賃回収に参りました。うん、そうかは白かなピンクかな。部屋の飾り付けで悩んでいるみたいだ。ああ、こんにちは管理人さん。ご覧の通り結婚式の準備中なんですよ。ご結婚されたんですか。おめでとうございます。あっは、幸せいっぱいです。しかし親族も友達もおりませんのでね、ここで式を挙げようと思っています。なるほど、それで飾り付けを。今時は写真撮影だけ行う結婚スタイルもあるみたいですが、自分のわがままなんですよ。形だけでも結婚式を挙げたくて。そこでなんですが、結婚式に欠かせない役目を管理人さんにお願いしたいんです。結婚式に欠かせない役目とは、結婚式には式を進める司会が必要。まさか私が司会を頼れる人がいないんです。お願いできませんか。わ、わかりました。私でよければ司会役を引き受けます。よかった、これで式が挙げられます。では改めて恋人のミキを紹介させてください。ミキは毎朝美味しいスムージーを作ってくれるんですよ。婚約者ミキはどこにいる。ミキさんはボタン一つでスムージーを作ってくれる。ミキさんが見当たらないんですが、もしかして。紹介します、ミキサーのミキです。なるほど、自分もまさかミキと家庭を築くことになるとは思いませんでしたよ。そりゃそうですよね、だってミキサーですよ。ガーガーうるさいし喧嘩ばかりで、すぐに別れると思ってましたよね。何？うるさいのはお前だ。ちょっと早速喧嘩ですか。やめましょうよ、結婚式前に。結婚式なんてやめだ。こっちだって他のミキサーに乗り換えようと思ってたんだよ。本当に他のミキサーに乗り換えるのか。他のミキサーなんて考えられない。他のミキサーに乗り換えるなんて大嘘だ。本当は他のミキサーなんて考えられないですよね。なんでそれを。そのドレスだってミキさんのために用意したんでしょ。ごめんミキ。うん、もう怒ってないよ。仲直りできたみたいですね。いや恥ずかしいところを見せちゃったな。あはは、今さら気にしませんよ。当日は何とぞ自分たち夫婦をよろしくお願いします。家賃を受け取った。あれ、ちょっとお金が多いですよ。幸せのお裾分けです。なるほど、司会役も給料としていただいておこう。結婚式楽しみにしていますね。それではお邪魔しました。住人にはまだ秘密があるみたい。結婚式当日、続きまして新郎新婦による誓いの言葉です。私は本日世界で一番幸せな花嫁となりました。これから新郎と励まし合い、喜びを分かち合い、笑顔の絶えない家庭を築いていくことを誓います。結婚する男が花嫁、彼が新婦側。ミキサーのミキは愛称で、名前はミキオらしい。呼べる友達がいないのに卓を用意してあるのは、卓上の食器たちがミキの友人だから。あなたの周りには家電に名前をつける人はいないだろうか。誰にも迷惑をかけないタイプの変人さん。じゃあまたね。